はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、オカルンを書いていきたいと思います。その前に一つお知らせです。現在リクエスト投票企画を実施中です。参加方法はいいねボタンを押してコメント欄に書いてほしいキャラ名を書くだけ。すごく簡単な企画なので、ぜひぜひ参加してもらえたらと思います。そしてもう一つ、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。先ほどのリクエスト企画の裏技になるんですけども、 Kindle でレビュー感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするという裏技があります。概要欄のリンクから Kindle に飛べますので、興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。輪郭はまず額を結構長めに落とします。これ下から見上げてる絵になるので、ここが結構長くなるんですよね。でちょっと目のところをへこめて、でまた頬骨のところをグッと飛び出させて、これはだいたいこの上の額の骨のところと同じぐらいまで飛び出させます。で下ろして、でまた顎のところをグッと出していきます。横にスーッと上げていって、ここがほぼ横一直線になります。下から見上げてる絵になるので、で、みーで、今回の中心ラインがどこかっていうと、このここですね、顎を通るこのラインになるので、このライン上に鼻を描いていきます。で、鼻もかなり角度がつくので、鼻などが結構がっつり見えます。目ですね、目は上のラインを結構ちょっと丸めに上げていって、で下のラインとつなげていきます。ここちょっと類球の部分ちょっと開けたいんですね。ここで下のラインをちょっと濃くしていって、で瞳を下のラインにくっつけて丸く、上のラインとちょっと挟むような感じですね。で縁を太らせて、で黒い瞳の丸で、こう縁取りするように縁を黒くしていきます。で眉毛は目の上のラインからちょっと斜め上に上がったところからクイッと山を上げて、で横にスーッと伸ばしていきます。タッチを入れます。毛の流れですね、眉毛に。でこの目のくぼみのところのちょっとシワを入れて、で反対側、右目は角度がつくのでかなり目の幅は左に比べて狭くなります。でこのだいたいこの横のラインは揃えて、下のラインにくっつけて丸く、で黒い瞳を丸、でこっちも縁取りします。目の周りですね。眉毛はこの鼻のラインから続いてきて、でこの額にぶつかっていくような感じです。こっちもタッチ入れます。で眼鏡ですね、
メガネはまずブリッジ部分、今回下から見上げてるのでブリッジ部分が結構上に来ます。本来鼻のこの辺りなんですけど、下から見上げてるからちょっと上にずれるっていう感じであります。なのでブリッジ部分がだいたいこの辺りで、こっちもちょっとだけ鼻パッと見えて、で眉毛の上ぐらいを通るようにレンズは結構大きめです。で角度がつくので丸ではなく楕円になります。こうで、ここ鼻のところぶつかってっていう感じです。でテンプルはこう斜めにブリッジから降りてくるようなところに四角を描いて、で後ろが、で反対側、左側のレンズですね、これも上と下の高さを右と揃えて、この辺りちょっと左目にかかるような感じですね。でこのテンプルがこうブリッジ通ってこう上がってくる感じになるので、この眉毛の下のこの辺りになります。でここから耳に向かってかけていきましょう。で厚みつけてっていう感じになります。で口は鼻の下結構長めに開けて、縦をちょっと濃いめに落として、で台形ですね、結構極端な台形と入れされたいので消して、で狭いんですけどここにちょっとだけ歯がギザギザと見えます。で下唇薄めに、で前髪は最初の顔のこの中心ラインですね、顎を通るここからセンター分けなんですが、結局顔の中心がずれてるからそのセンターの分け目の位置もちょっとずれるっていう感じで、結構ここ長めに上げていきます。でここでちょっと三角みたいな感じで作って、他の髪の毛ちょっと難しいんですけど、でこの眉毛のところぐらいでこっちの毛束が降りてきて、でこっちの毛束はどうなるかっていうと目の前のところかかっていきます。でこれを細めに、眉毛からはみ出てたのにこんな感じで、前一本ちょっと運動をくるっとさせて上げて、でもう一個くるっと、でここからへこめていって、でこの分け目に繋がっていきます。ちょっとね、ほんとややこしいんですけど、このあたりちょっと丁寧にいきますね。で分け目、これをもう適当に雰囲気だけで描いちゃうとマジでわけわかんなくなるので、このあたりはお手本ほんとちゃんと見ながら丁寧に模写した方がいいです。で反対側、右側もグイグイっと、でここちょっとポコッとさせて、これもやっぱりさっきのメガネと一緒でこう斜めに上がっていくイメージです。でちょっと膨らませて一本出して、この目のところ向かって下ろしていくような感じで、じゃあ毛先を2つに分かれさせます。
で、この毛束の後ろ。で、もう一本、前髪を、こっちに。で、毛先また太分かれさせて、うん、で、生え際ですね。ちょっとギザギザとさせて、毛の流れ。で、この2つの前髪の間、真ん中にちょっと三角作って、で、こっち側また生え際はギザ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 とさせて、で、毛束。左目のこの目の上あたりをめがけて、で、一本下ろしていきます。で、上側もコッとして、またここ三角作って、で、ここから一本ひょろっと毛をパラリ、で、生え際の毛の流れ、で、あとここはこっち側に流していってもみあげですね。で、ここもみあげ、斜めに下ろしながらギザギザとさせて、見上げちょっとちょっと、で、ちょっと目線の左を入れます。はい、ですけど、で、ここまで来たら耳の中も描いていきましょう。で、後ろの毛ですね、外に出してくる。で、また上にくるん。で、これをよっと出ていって、ここちょっと開けます。で、またグイッと上げて、くるん。で、ここちょっと台形作るイメージ。で、戻していきます。で、毛の流れと、で、後ろもこう相当はね、で、内側に、で、後ろちょっと上げて、耳のところ、反対側の耳側のこのポコッとしたところにもう一個三角作って、で、毛先蓋分かれさせて、で、一本外に出していきます。で、ここから学ランですね。首はまずこの顎からちょっと下がったところから降りていって、後ろはどこかっていうと、この耳の付け根のところです。ここですね。学ランで立ち襟で隠れちゃいますが、これを把握分かっておかないと、学ランがかなり変なことになります。で、この最初のこの中心ラインのところで合わせが来るので、ボタンを書いて、ここで止めますね。で、止めるので、ここから、グイーッと。で、ちょっと炎みたいに。上げていって、で、このもみあげのところあたりのちょっと下。で、耳がちょっと下隠れて、
で髪の毛の後ろくるくるっとさせて横に伸ばす。でまたここから上にぼーっと上げていって。でまたシュッと伸ばす。でちょっとギザのこでまた尻尾出してで戻していきます。でこっちの首がどこか分かってないと肩が分からないんですよね。で、こう下ろしていって、ここから続いてくるから、肩がこの辺りなんですよ。なので、学ランはその上に来てるから、こうなるっていう感じになります。で、ここまで来たら、この重なってるところは消しちゃって OK です。ただ、これは絶対描いた方がいいです。この顔の輪郭も全部描かないと、その見えてる部分だけ描くっていうのはこれ無理ですね。見えてる部分だけ描くと変な絵になります。デッサンかなり狂っちゃってる変な絵になると思います。で首の下の影を入れて、で反対側ですね、歯がバラバラバラってなってるあのかっこいいやつなんですけど、これがまた難しいのでちょっと丁寧にいきます。まず口の斜めに下がったところに1本目の歯を描いて、でちっちゃいのをここに2つ作ります。台形でこっち向きの細長い台形を作って、あ、これ基本歯は台形ですね。で、こっちもちょっとちびのやつで、今度こっち向きで、ウィーンと飛び出させていって、こう描くような感じ。で、これにくっついて、今度横に伸ばしていきます。で、ここで根元くっついてるような感じで、また横に飛び出すタイプの台形が2つ。この後ろに1個また歯が見えます。でこれからちょっと斜めに下がったところにこの2つと2本と重なるように描いて、でこっちの方が上なのでこの重なってる方を消します。でまた横に飛び出していく台形は2つやって、もう1個ちょっとちっちゃめ汚いな。でここの後ろにも1本で、これで下の歯は完成になります。なので口の部分のこの黒い部分がこうここでくるっと回って後ろに曲がってきて、でここめがけてこう降りていくという感じですね。で今度上また台形で歯を描いていきます。こっちちっちゃめ2つ、本書いて、この後ろにちょっと大きめの、これ下のところと重ならないけどかなり近づいて OK です。で後ろ長めの1本が来て、で横にまた出していきます。この辺りちょっと長めですね。で後ろに細いのがこう来て、でこの上にもう一本
ここにもう一個見ていきます。で、ちょっとまた大きめのやつ一本。ここくっつけて3本で、後ろ側に細いの1本出ていきます。で、これで歯は終わりです。なので、ここから続いてくる学ランの立ち襟がどうなるかというと、ここ来てこう上がってきて、で、ここですね、通って、で、後ろ、くるっとさせて、こっちもちょっと飛び出させてみて、最後、学ランに立ち入れておきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。